西田家知県常務執行役員経営企画部長、県財務部長。2012年2月、同社同役兼 CFO 兼道役員同部長。2014年4月、同社代表取締役専務取締役及び CFO 兼道執行役員同部長及び金属事業本部同事業統括部長に就任。2016年1月、 同社同役同取締役兼 CFO 及び専務執行役員。同年4月、代表取締役社長に就任。足元の事業環境について、国内、海外の景気減速や非鉄金属価格の大幅、下落など事業環境の悪化により、業界各社の業績は悪化すると見通している。その上で、業界としては引き続き資源の安定供給と、 循環型社会の構築といった社会的責任を果たしていくと述べている。資源価格下落によって各社の炭鉱予算も削減される中、政府系機関に一層の支援強化などを求めていくとしたほか、資源保有国による資源ナショナリズム回避のために政府に対して資源外交を要望。電力問題については、 精錬所の競争力維持のための付加金減免の継続や電力料金の引き下げを求めている。都市鉱山の資源をより有効活用すべく国や地方自治体と連携しつつ、バーゼル対象リサイクル品の輸入手続きの簡素化や国内資源の流出防止策などに取り組むと言及。次世代を担う大学生、大学院生を対象とした。 人材確保と育成を強化する方針を示す。代表取締役の移動に関するお知らせ、三井金属2016年3月17日、新社長インタビュー三井金属工業、西田慶一テコ新聞2016年4月20日、役員の略歴、三井金属工業株式会社役員の略歴、どんぶり会計ベータ版日本工業協会、 西田新会長が会見、資源の安定確保など、課題鉄鋼新聞2016年4月1日3期工業が、国内最速級コンベヤ開発宅配、流通、郵便向けに販売三井広法委員会2018年2月1日号。ありがとうございます。